11月も食料品などの値上げが止まりまりせん4人家族で1週間およそ2万円と言われる食費それをどう抑えるかが悩みの種そこで追跡取材班は滋賀県へ訪ねたのは独自の秘策でなんと年60万円の食費の節約に成功したという主婦。 1週間で平日夜ご飯と土日の昼夜で大体5300円ぐらいです <laughs> 一体どうやって5人家族の1週間分の食費を5300円に抑えているのでしょうかその秘密が鳥つくねなど夕食4品で1人当たり131円このボロネーゼ風スパゲティは1人当たり わずか76円おいしい,い,い SNS や料理本で注目という節約主婦の節約ばれしない簡単レシピ本当に1週間の食費を5300円に抑えられるのか追跡しました節約ママあさみさん 買い物は週に一度大型スーパーで、もう必要なものしか買わないという意味で自分一人で来るようにしてます。カートに入れていくのは特売品が中心。一番の目玉商品はおよそ1.5キロ486円の鶏胸肉。いつも割引とかされてないんですよ。でたまにこういうことがあるので今日はラッキーやったなと思って。買い物リストは持たず。 特売品を優先的に買いますそして節約レシピには欠かせない秘密兵器がこれは絶対買います何にでも合う材料としてもやしや豆腐はこの後大活躍します、はい、お会計は円まとめて買った安い食材をベースにそれに合わせて 1>, 1週間の献立を作ることが節約のポイントだと言います。実はあさみさんはアミンという名前で料理本も出版考案した。節約レシピはなんと300以上。50万人ものフォロワーを持つなど、sns やメディアで注目の節約料理の達人なんです。普段の一家の食卓。 朝食は簡単なものが多く、平日の昼食は子供は給食を利用。食費は家族が揃う夕食と土日の昼食で、5人家族1週間5300円程度だといいます。その節約生活に密着しました。取材初日は土曜日。今日の昼ご飯はロコモコ丼を作ろうと思ってます。 ロコモコ丼といえばハンバーグですが取り出したのはえのきそして豆腐食感がバレないかさ増しでたどり着いたのがえのきと豆腐だったんで <laughs> 値段の高いお肉は量を減らし別の食材でかさ増しするのがあさみさ流ここで突然家の外へあの添え野菜に タニレタス使えたらなと思って手軽に育てられる旬の野菜は自家栽培しているといいますそして浅見さ,さん特製のロコモコ丼が完成ご飯と調味料代は別で一人分わずか103円お帰おかえりあそっかそっかこの1年生の子です こんにちは。あさ,みさんは夫と小学生の長女と長男保育園に通う次男の5人暮らし早速節約ばれしない特製のロコモコ丼でランチタイムえのきや豆腐でかさ増ししていることは内緒ですがおいしいおいままとしい <laughs> 成違う違うの <laughs> 家族を笑顔にして気付かれずに節約するこれが浅見さ,さんのモットーそして夕食のメインは鶏つくねもやしを入れることでかさ増しとシャキシャキとした食感に1人分わずか58円

ボロネーゼ風スパゲティ普通はソースにひき肉を使いますがミンチ状にしたのはこれ実は高野豆腐豆腐を使うことでヘルシーにも一人当たり76円でした浅見さ,さんが節約料理を始めたのは長女が生まれた9年前。 それまで夫婦2人で月に8万円だった食費は家族5人になった今でも月3万円程度に1年で60万円も節約でき住宅ローンを払いながらも1年に一度ここここのの金額ままで貯めてどこどこ行こうっていういあります年に一度の旅行が家族みんなの楽しみだといいます。 なんか我慢してる感じがなくて、節約できているっていうのは、やっぱそれ一番すごいと思うんで。まあ、ありがたいですよね。日曜日の夕食は。初めてのメニューに挑戦。ポテトンカツを作ります。はい。で節約のポイントなんですけど、豚こまで。あの腹持ちのいいじゃがいもを包んで、ボリュームをつけます。ふかしてつぶしたじゃがいもを、豚肉の細切れで巻いて。 パン粉をつけてあげたその名もポテトンカツ豚肉たっぷりのコロッケのような食感で1人当たり93円4品合わせて1人当たり138円2日目までの合計は2061円残り5日間をおよそ3000円でしのげるのでしょうか 三日目の夕食はちくわをエビマヨ風に仕上げたちくまよ。材料はちくわだけで、一人当たりたったの十四円。長男と次男と主人は。まあ、普通に食べて、あ、これはこれでいいなみたいな感じでは言ってたんですけど。この日の食費は七百三十九円。四日目は鶏胸肉の卵ロール照り焼き。 胸肉を伸ばし、間にゆで卵を挟んでボリュームアップ。一人当たり六十一円。四品合わせて六百三十一円。そして六日目は豆腐を使ったキーマ風カレーなど五人分で四百十円。節約生活一週間密着一日を残し合計四千五百六十四円に。そして。 最終日に残っていた食材がこちら結構残っていますが一体どんな料理を焼きそば入りお好み焼き作ろうかなと思いますここで取り出したのはホットプレート余った食材でドーンって片付けるっていう時にやっぱりすごい便利だなって思って使ってますし食材が古くなる前に使い切ることができ

34円オーバーですがほぼ目標達成今週もまあ満足してもらいながらのその金額だったので私的にも良かったなって思ってます。はい